メディアでエンジニアやっております、成瀬と申します。で今日は、このタイトルですね、ディープラーニングの最新技術情報ということでお話しさせていただきたいと思います。で、副題にありますように、今日皆さんに持って帰っていただきたい情報はこれ一つです。ディープラーニングがホットだというのはもう皆さんご存知だと思いますけれども、どうして GPU がディープラーニングに向いているのかといった話を今日はメインにさせていただきたいと思います。でまずその前に、ディープラーニングの背景です。非常にホットだというのはもう皆さんご存知の通りで、ホットな理由を弊社のイベントで説明するのはいかがなものかと思うんですけれども、GDC2015 というのを、先月3月、サンノゼで開催させていただきました。基調講演、3日間行わせていただきましたけれども、すべてディープラーニングに関する基調講演を開催させていただきました。初日前線ファンが新しい製品の説明を主にしたんですけども、すべてディープラーニング関係です。で2日目は Google からデータサイエンティストで非常に著名なジェフ・ディーンという方をお招きして、1時間ディープラーニングに関するお話をしていただきました。で3日目もこちらバイドゥのチーフサイエンティストであるアンドリュー・エン、彼を招いて1時間やはりディープラーニングの話をしていただきました。これぐらい今ディープラーニングというのはホットです。で実際GTC のセッション550ありました。でその中の80件ぐらいですね、85件、正確には85件です。マシンラーニングも含んでますけれども、これがディープラーニング、マシンラーニングに関するセッションです。で去年から比べますと倍増していまして、で分野的に言いますと、画像処理が一番多いんですけれども、いろんな分野でディープラーニングに関する研究開発が進んでいるというのがこれからお分かりになるかと思います。今一番ディープラーニングの活用が進んでいる分野は、ご存知の通り画像処理の分野になります。イメージレコグニションですね。でイメージネットチャレンジというのをご存知の方どれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。若干説明させていただきますと、ご存知の方多いと思うんですけれども、若干説明させていただきますと、大量のイメージ、タグ付けのデータのイメージからこの画像が何であるかというのを機械が学習をして、で学習していないデータに対してどれぐらいの確率で正解を出せるか、でその確率の高さを競うコンペティションというのが、毎年開催されています。出ませんね。で2010年2011年、この前から行われてるんですけれども、それまでは 72% 74% という形で毎年着実に数パーセントずつ上がっていました。で2012年、この年も 75% ぐらいの正解率の争いになるだろうと予測されていたところで革命が起きました。トロント大のヒントン先生のグループがディープラーニングを使ってイメージのレコグニションを飛躍的にその精度を上げたんです。これ以降、この前までは実はいろいろな方法で精度を上げる方法が試みられてました。ですから毎年新しい技術というのが導入されてたんですけれども、2012年以降ほとんど全てディープラーニングになりました。もちろんディープラーニング以外でコンペティションに参加した人はいらっしゃるんですけれども、上位に来る方は皆さん全てディープラーニングです。でディープラーニングを採用した結果、もちろんディープラーニングの中で工夫が進んでいまして、現状ではもう 90% を超えています。で2014年の時点でエラーレートで 6% か 7% だったと思うんですけども、正答率でいうと 93% ですね。でその後も争いが続いていまして、こちらにありますように、今年の1月2月まずバイドゥがエラー率が 6% を初めて切りました。2月の初めになると、今度はマイクロソフトが初めて 5% を切りました。その1週間も経たないうちに2014年のチャンピオンがまた1位の座を奪い返しています。でこれどれぐらいの精度かといいますと、もう人間の精度を超えてるんですね。我々画像を見せられても、この画像が何であるか正しく答えることができません。全てはでこれある人間、名前忘れましたけども、ある方が実際に1000枚か2000枚ぐらいのサンプルに対してどれぐらい正解が出せるのかっていうのを試した時の精度が 5% ぐらい、もうこれを超えてるんです。でなぜこのようなことが起きたかといいますと、いろいろ理由があります。でこちらが、
バイデンの方のスライドをお借りしてるんですけども、横軸、まあ、データの量と計算性能だと思ってください。で、縦軸がその結果得られる、まあ、性能で、この場合は画像の認識ですので、まあ、精度ですね、認識精度だと思っていただければいいです。で、これまでの手法、非常に良かったんですけど、非常に良かったです。で、年が経つにつれて、だんだん良くなってきていました。で、それに対して、ディープラーニングで何が起こったかといいますと、ここですね、ちょうどクロスしてしまったわけです。今までも手法としてディープラーニングにはあったんですけれども、ディープラーニングで精度を出すにはデータが足りなかったんですね。で、ところがご存知のように今ビッグデータの時代と言われてます。あれ掛け声だけではなくて本当に大量のデータが集まるようになりました。で、そのデータさえあれば、十分なデータさえあれば、もうデータから学習ができる。で、これまでの手法ももちろんデータを増やすとおそらくいい方法が見つかるんでしょうけども、それよりも早く機械で学習することによって最適な答え、もしかしたら最適じゃないかもしれませんけど、最適に近い答えが出てしまう。それが今起きていることです。ですからディープラーニングを使えば、データを増やせばその分だけパフォーマンス、認識の効率が上がる、こういう時代になってきています。ですので、まあ、それをちょっと違う言葉で説明しますと、ディープラーニングがなぜホットなのか、なぜ今使われるようになってきたのかっていうのは大きく分けると3つです。で、1つはまずモデル。もちろんそのディープラーニング、いろんな工夫があります。で、それがその工夫があって初めてデータから認識をするようなネットワーク、認識がちゃんと収束するような、もちろんこれが大きいです。で、次に大きいのは先ほども申しましたけれども、データです。とにかくデータ、大量のデータが手に入るようになった。これが大きいです。あともう一つはパワーです。大量のデータがあっても、その解析に1年もかかってたら意味がないですよね。で、データが増えれば増えるほど、それに比例して大量の処理をしなければいけない。で、そのために使われているのが GPU。で、GPU の話に行く前に、実際にディープラーニングのユースケースとしてどんなものがあるかというのをざっとご紹介させていただきたいと思います。まずここまでご紹介したように、画像の認識の分野ですね。画像の中に何があるのか、これは何なのか、物体の認識、あとは実際今いる場所がどこなのかという認識、そういった分野にはもう現状プロダクションでも使われています。で、真ん中のフェイスリコグニション、これもそうですね。皆さん知らないうちにスマホなんかでこれのお世話になっていると思いますけども、もうすでにそれもディープラーニングのテクノロジーが入っています。で、スピーチレコグニション、自然言語解析で、こちらの方も最近 Google で検索されるときに音声で入力される方が結構増えたんじゃないでしょうか。おそらくディープラーニングがそれを支えています。メディカルの分野でもイメージプロセッシングというのは非常に重要なんですけれども、ここもその画像がどういった、まずどういったものなのか、そしてどういった意味を持っているのか、それに関してもディープラーニングで理解をするという研究開発が進んでいます。真ん中にあります地形データですね。で、こちらの方もデータを持ってきたら、そのデータからその地形がどういうものなのかという解釈を、これもディープラーニングが使った解析が行われつつあります。あとはレコメデーションですね。これも皆さんアマゾンでお買い物するときにいろいろ出てくると思いますけども、これにもディープラーニングが使われています。医療関係の分野では、まあ、さらに研究が進んでいまして、例えば一番向こうですね。で、こちらはがんの増殖をするかどうかの、識別診断、こういったものにも、まあ、ディープラーニングが使われていますし、真ん中にあるのはこちらは薬の毒性ですね。こういった化合物の薬の場合どういった毒性があるのかといった、そういった検出にも使われつつあります。で、また遺伝子の突然変異ですね、そういったものがどういうふうに発生するのかの理解を促すための研究もディープラーニングを使って行われつつあります。
でアカデミックだけではなくて、先ほどご紹介したようにコマーシャルでも使われてますので、もうすでに皆さんご存知の左側の大手のベンダー、アドビさん、アリババ、バイドゥ、フェイスブック、全部言いませんけど、よくご存知のインターネット関連の企業の方々はもうすでにディープラーニングを使われています。でそれだけではなくて、今非常にホットなのがディープラーニングのスタートアップです。ほぼ毎日とは言いませんけれども、非常に高い頻度で今ディープラーニングのスタートアップが起きています。では次に、なぜ GPU がディープラーニングに向いているかですね、その説明をさせていただきたいと思います。で説明に入る前に、もうこれだけいろんな分野でディープラーニングが使われるようになってきてます。でディープラーニングをやる方、まあ、一般的に我々データサイエンティストと言いますけども、データサイエンスの方々がどういった形で研究開発をやられているか、まあ、R&D サイクルを大雑把に示すとこうなります。で一つ目はまずアイデアですね。どういったモデルを作ればいいのか、どういったデータを使えばいいのか、どういったネットワークを組めばいいのか。で次に、当然ですけどもアイデアだけでは試験ができませんので、それをコードに落とします。でこの場合はニューラルネットワークのアイデア、考えを実際に実現する形にするんです。で次にそれに対してデータを加わせてトレーニングをします。で最後にその結果が合ってるかどうか、期待しているのかどうかを試します。そしてまたアイデアにつなげる。でこういった研究開発が行われています。でそうですね、で重要なのはこのサイクルですね。この一周のサイクルを早くしてあげればいいんです。で今どこに時間がかかっているかといいますと、ここです。このトレーニングするところです。ニューラルネットワークのモデルを作ります。でそのモデルが物事、例えば画像認識だとすると、画像を認識するようにトレーニングをするんですけども、場合によってはそれが1週間、1ヶ月、まあ年はかかりませんけど、非常に長くかかります。で GPU は基本的にここの部分です。ここを速くするために使われています。で現状、ディープラーニングのトレーニングのシステムはどうなっているかといいますと、ほとんど全てのアプリケーション、実際いろんなアプリケーションがあります、ディープラーニングの。でそれを、一から書いている方はもうほとんどいらっしゃいません。ほとんどの方はディープラーニングフレームワーク、これを使っています。で著名なものとしてカフェ、シェアの、トーチなどがあります。でこれらを使って上位のアプリケーションを書いている方々が非常に多いんですけども、じゃあこの下位のディープラーニングのフレームワークが何を使っているかといいますと、このフレームワークが GPU を使っています。このフレームワークが上から来たモデルを GPU にうまくマッピングして素早くトレーニングするような仕組みができています。それで、そうですね、数年前までは、あとでご紹介しますけども、ディープラーニングというのは基本的には行列の演算に落とし込めます。ですので、行列のライブラリーとしてブラスというものがあります。でこれの GPU 版である CU ブラスを使ったり、もしくはそれだけでは足りない部分は、それぞれのフレームワークが独自に CUDA のコードを書いて加速されてたんですけれども、それは昨日までの話でして、もう現在はすでにほとんどの全ての処理、 GPU にオフロードできる全ての処理に関しては、我々が提供するライブラリー CU ブラス、あとは後ほどご紹介します CUDNN、 この2つでほとんどのプラットフォームは GPU を活用させていただいています。それではもう少し細かい話に入りたいと思います。ディープラーニング、ディープラーニングと言いましたけれども、今よく使われているのは、コンボリューショナルニューラルネットワーク、こういったものが使われています。でこちらは、ニューヨーク大学のレコン先生が、まあ、90年代の末ですね。でこの時に手書きの文字の認識に使われたモデルです。で実際にはこれよりも前にコンボリューショナルニューラルネットワークを提案された先生はいらっしゃるんですけども、まあ、これが比較的早い時期の研究開発になります。でこの時のネットワークの構造が
全てとは言いませんけれども、かなり現状のニューラルネットワークのモデルにも採用されています。で、昔からニューラルネットワークをやられている方はよくご存知だと思うんですけれども、レイヤー、次のレイヤーと前のレイヤーの間を全てつなぐ、まあ、フーリーコネクテッドとか言いますけれども、ここではフルコネクションということにします。このフルコネクションというレイヤーがあります。で、これは CU プラス三つ行列の演算に落とし込むことができます。で、もう一つ重要なのがここのコンボリューションと書いてあるレイヤーです。で、ここの部分はストレートフォワードには行列の演算には落ちません。ですので、ここをどうやって加速するかというのが皆さん腕の工夫どころだったんですけども、それに対する我々の回答が CUDNL です。それで、ここの色をつけた部分ですね、ここの部分が基本的には演算量が多くて時間がかかる処理なんですけども、ここの部分すべて我々のライブラリを使って置き換えることができます。ですので、 GPU を使うとディープラーニングのトレーニングは早くなるわけです。で、それぞれもう少し詳しく見ていきます。まず、フルコネクションのレイヤーです。例えば、まあ、レイヤー1、これが入力だとします。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、これを次のレイヤーと、まあ、全てオールトゥオールで接続します。で、ディープと言ってますので、まあ、単層で終わるわけではなくて、また次のレイヤーがあって、そのレイヤーとレイヤーの間が全てつながっている。で、さらにその次もある、まあ、こういったフルコネクションのレイヤーが何層か重なる、それがまあフリーコネクションのところの、レイヤードになっていたコネクションの特徴になります。で、それぞれ1個ずつ見ていきたいと思います。まず、ここだけに着目していただきますと、この中で、何が行われているかといいますと、入力になるノードに対してそれぞれ線がつながっていますけども、線のところに係数、まあ何らかの重みがついていると思ってください。で、その重みをかけて足し込んだものが次のレイヤーの数値になります。で、それを全てのノードに対して行います。で、これを、まあ、若干数値っぽく書くと、まあ、こんな感じになるんですけども、で、これを、まあ、これだと分かりにくいので、これでも分かりにくいかもしれませんけれども、あの行列の演算で何をやってるかといいますと、行列、まあ、これが出るかな、出ましたね、ここの重みのネットワークですね、これを行列で表現できます。で、それに対して入力になるこの部分、これがベクトルなんですね。ですから、行列×ベクトルの演算に落とし込めるわけです。で、これ、あの、決して悪くはないです。あの、GPU は、これ何になるかというと、メモリバンド幅がネックになります。演算性能ではなくて、メモリバンド幅がネックになります。で、GPU は、メモリバンド幅も高いので、これでも性能が出ます。出ますけれども、もっと性能を出したいんですね。ですので、ディープラーニングの世界では何がやられているかというと、もうこれ普通にやられていることなんですけども、ミンバッチという方法を使います。これは1個ずつ学習するのではなくて、バッチ、まとめて学習しましょうということです。で、まとめて学習をすると、1個1個ではなくて複数のデータを同時に流し込めるんですね。で、そのいった結果、ここがどうなるかというと、こうなります。今までここの重みのところ1回しか参照されなかったんですけども、何回も使えるんですね。で、そうするとメモリからデータを読み込む負荷が減りますので、どうなるかというと、これ演算ネックにできます。演算の密度を高めることができるので、こうなって初めて GPU の演算性能が生きるようになるわけです。ですので、まあ、ここまでのまとめますけども、フルコネクションの部分ですね。それに関しては、今言ったような形で CU ブラスを使って皆さんトレーニングを加速されています。で、次にもう一つ重要なコンボリューションの部分です。画像処理をやっている方はコンボリューションと聞いてもうピンとくると思うんですけれども、これはまあ何をやっているかといいますと、ここにウィンドウがあります。まあ、フィルターと言ってもいいです。例えば、まあ、5×5 のフィルターがあるとすると、
ある点を真ん中にして 5×5 のフィルターでそれぞれの 5×5 の要素とフィルターの重みを掛け合わせて足し込む。でそれを全てのところでやるわけです。でコンボリューションのところでやっているのはこの画像のフィルターとほとんどやってることは同じです。でただ違うのはたくさん作ります。いろんな種類のフィルターで、まあ、ここでは4個しか出しませんけどもたくさんのアウトプットを作ります。でしかもこれで終わりではなくてディープなのでこれを重ねます。今度は何やるかというと今度はこれがインプットになります。このインプットに対して今度はあるフィルターを適用するとこのアウトプットができて、まあ、違うフィルターが出るとまた隣のアウトプットができて、でもっとですねちょっと詳しく書きませんけどもこういった形でコンボリューションを重ねることでレイヤーの情報をどんどん作っていく。でそして先ほどは全結合のところの重みを学習しましたけども今度はこのフィルターですね、このフィルターの重みを学習する。でこれがコンボリューションの部分での学習になります。それで、まあ、ちょっと簡単にいきますけれどもでここの部分をどうやって加速するかなんですけれどもまず一つは画像処理の分野でやられているようにそれぞれのイメージのサイズですとかフィルターのサイズごとにカスタマイズで最適化するという手があります。おそらくこれが一番早いです。早いです。ただしすごくこれ実は大変でしてディープラーニングでコンボリューションやろうと思うといろんなパラメーターがあります。いろんなパラメーターがあります。例えば今ここはアウトプット4つですけども4つではなくて5だったらどうするのか6だったらどうするのか、これ可変なんですね。でしかもこの画像のサイズ中間結果のサイズも可変です。そしてこのフィルターも横幅縦幅いろんな選択肢があります。でここ、まあ、インプット今一つですけどもこのインプットに関しても大きさはまちまちです。でそれ以外にも1ピクセルずつ撮るのかそれとも数ピクセル飛ばして撮るのかいろんなパラメータがあります。ですので実用全てカスタマイズしてライブラリとして提供するのは非常に難しいんです。でもう一個これも画像処理をやられている方はよく分かると思うんですけども FFT でもこれできます。フィルターのサイズが十分大きければおそらく FFT が最適です。ただこれも先ほどと同じ理由でそれぞれのユーザーのニーズに応じて適切な解が出せません。ですので今我々が撮っている解はこれです。やっぱり行列の演算に落とし込む。でどうやって行列の演算に落とし込んでるかなんですけども、まあ、ご存知の方多いと思いますけどコンボリューション何やってるかといいますとフィルターのサイズ分のインプットから、まあ、フィルターのそれぞれの係数をかけてこのアウトプットができます。でそうすると、まあ、これはもともとが 3×3 のインプットに対して 2×2 のフィルターをかけるので、まあ、アウトプットも 2×2、まあ、こんな感じになるわけですね。ちょっと長いですね、お付き合いください。まあ、これでできるわけです。でこれをちょっと並び替えてみます。これ並び替えてみますとここの部分の計算はここのこのベクトルの内積だとみなすことができるんです。で同様にここの部分の処理もそうですね、あと同じです。でそうしますと、先ほどもうすでにご覧になったように行列とベクトルの演算にもうこれで落とすことができました。で次にこちらまだベクトルですよね。でも実際にはフィルターのデータたくさんあります。たくさんのアウトプットを作りますのでフィルターも複数あります。そうするともうこれで行列かける行列の演算なんです。でそれだけではなくて、まあ、他にもいろいろパラメータがあるんですけども、まあ、例えばインプットデータが複数の場合はこのように行列のサイズがどんどん大きくなります。で GPU は問題が行列を解く場合も大きければ大きいほど早く解けます。ですので実際に使われている問題が大きければ性能が出るわけです。で実際に90年代末に実現された手書き文字認識のネットワークでこれの中でコンボリューションのサイズがどれぐらいかというのを見てみますと大体こんな感じになります。
これ実は小さいんですね。ですから先ほど小さければ大した問題はないと言うんですけども、データが少ない時代、要するにこの時はまだ小さなデータしか扱わないモデルだったので、この時は計算量も少ない、ですからあまり加速する必要もなかったんですね。でところが今扱っているデータどれぐらいになっているかと言いますと、これ例えば Google ネットというイメージチャレンジ、去年のチャンピオンのネットワークです。非常に複雑で、ね、多くなっています。でこの中のコンボリューションのところの処理を切り出すとこれぐらいのサイズになります。先ほどと比べるとかなり大きいですよね。でこれぐらいの計算をやらなければいけないんだけど、いけないんです。でこれをこういった形の行列の形式に直すと GPU で非常に早く解けるんですね。でここはちょっと細かいので端折りたいんですけども、でしかも今言ったその行列にどうやって落とし込むかにはいろいろ選択肢があります。先ほどもともと入力にあったものを拡張して行列にしてました。この方式の一番大きなデメリットはこれなんです。安直にやってしまうとワーキングバッファーとして入力データよりも数倍、もしくしたら10倍、下手したら100倍大きなメモリ容量が必要なんです。で実際我々が cuDNN を提供する前はディープラーニングのフレームワークの方々はこの方法を使って一旦大きな行列を使ってそこから CU ブラスを呼ぶという形で加速されてました。ですけれどもそれではメモリ使用量が増えますので、オプションとして我々 CU ブラスの開発元ですので、 CU ブラスのデータを読み込む部分を我々カスタマイズできるんですね。でカスタマイズしてしまえば何もワーキングバッファーとして大きな配列を持つ必要ないんです。基本的にはそれをやっています。でこの中のアルゴリズム、これは選択できるようになっていますので、大きな問題を解くときにはワーキングバッファーなしで解く、で十分なサイズを用意できるときにはこちらのアルゴリズムを選択していただく、でこういった形でオプションも提供しています。で主にコンボリューションのところ、やっぱり重いのがコンボリューションですので、コンボリューションのばかり話ばかりしましたけれども、しかもコンボリューションのフォワードの話ばかりしたんですけれども、当然学習ですのでバックワードの処理も必要になります。これも CUDNN ではサポートしています。でそれだけではなくて活性化関数、いろんなものがあります。これも主要なものはもう CUDNN で API でサポートしています。でプーリングですね、マックスプーリングとかアベレージプーリングとかありますけども、これも必須のテクニックですけども、処理自体は重くないです。ただこれの関数ももう API として提供しています。ソフトマックスも同様ですね。ですのでほとんど全ての内容が cuDNN と CU ブラスを使っていただくと、もうそれで加速できるわけです。今我々はこういったものを提供しています。で最後にパフォーマンスですけれども、でこちらが、一番最初に紹介させていただいた2012年のイメージネットコンペティションの、チャンピオンのモデルですね。このチャンピオンのモデルを使って CPU で実行した場合とカフェ、DL プラットフォームで一番と言ってですね、著名なものの一つのカフェで、これは CUDNN は使っていない時の性能です。でその次が CUDNN のバージョン1を使った時の性能で、最後が先月リリースさせていただいた CUDNN の最新版バージョン2を使った時の性能ですね。ご覧いただけますように、これを使っていただければ、もともと16コアの CPU でやっていた処理の、10倍どころではないですね、20倍にはいきませんけれども、非常に加速できるというのがお分かりになるかと思います。で最後にちょっと CUDNN の CUDNN に関する最後のスライドですけれども、これフリーでダウンロードしてお使いいただけます。で OS は Windows も Linux もどちらもサポートしていますし、で GPU に関してはケプラ世代以降のものに全て対応しています。でまた組み込みなどでよく使われるテグラですね、Jetson TK1 もサポートしています。ですので、興味のある方は皆さんダウンロードしてみてください。そして最後に一言で言うと、ディープラーニングは何かというと、実はこれに近いんですね。トップ500という、スパコンのランキングサイトがあります。でそこで使っているベンチマークプログラムはリンパックっていうんですけども、
リンパ区って90%もしくは95%、場合によっては99%、行列演算なんです。で、先ほどご覧いただいたようにディープラーニングでやっている処理もほとんど全てが行列と行列の演算に落とし込めるという話をしました。ですから当然なんですけども、このスパコンのランキングサイトのトップになるようなシステムはディープラーニングに向いてるんです。で、こちらのトップ500、こちらは非常に大きなシステムですので、いろんな要因があって GPU が入ったり入らなかったりします。ですけども、こちらは電力あたりの性能を比較したものです。電力あたりの性能を比較したランキングのトップ10の8個が GPU ですね。ですからこれ見ていただくと、もうディープラーニングに GPU を向いているというのはある意味当たり前なんです。はい、よろしいでしょうか。これが今日私が皆さんに一番持って帰っていただきたいスライドです。で、次にこれで速くなるのは分かったんですけども、もう一個重要なのがありまして、このサイクルを回すので確かにトレーニングな時間かかってるんですけども、ここのそれぞれのフェーズのサイクルをどうやってうまくつなぐか、これも非常に重要になります。で、このために我々が先月リリースしたソフトウェアがデジットです。で、こちらは先ほどのライブラリは処理そのものを速くすることを主眼としてますけども、むしろこちらはインターフェースですね。先ほどのサイクルの矢印の部分をいかにうまく簡単にできるようにするか、で、それにフォーカスしたソフトウェアとなります。で、こちらの方を紹介させていただきますと、まずディープラーニング、どうやって始めていいかわからないことが多いと思います。ですけれども、ディディッツを使っていただくと非常に簡単に始めることができます。まず最初にしなければいけないのは、教室付きデータをどうやって準備するかなんですね。で、準備したのはいいんだけど、それをどうやってディープラーニングのアプリケーションが読める形にすればいいんだろう、戸惑っている方多いと思います。で、ディディッツではそれもサポート、それをまずサポートします。で、次に今度はモデルを、今アイデアを浮かんだニューラルネットワークをどうやって記述したらいいんだろう、で、それも事実でサポートします。で、正直申し上げますと、バージョン1はこの機能に関しては限定的ですけれども、将来充実していきます。で、次に学習ですね。で、学習の部分もこの事実のインターフェースから投入できるようになります。で、現状は一つの学習については 1GPU しか使いませんけれども、複数の学習を同時に行う場合は、もしそのマシンに複数の GPU があれば、その複数の GPU に対して複数のトレーニングをそれぞれ1個ずつの GPU に複数に割り振りますので、複数 GPU もこれで効率的に使えます。で、最後に学習した結果が適切かどうかのチェックですね。で、このアナライズも使うことができます。ではここで、簡単ですがちょっと事実のデモンストレーションをさせていただきたいと思います。で、こちらが、リリッツの画面になります。で、ご覧いただいたようにウェブのインターフェースです。ウェブのインターフェースです。で、もうすでに、これはデータベースが作ったり、一部トレーニングをした結果があるんですけども、実際に、データベースをどうやって作るのかというのを、まず見ていきたいと思います。で、まず、現時点では対象としているのがまずイメージです。で、しかもイメージの分類ですね。それができます。逆に言うとそれしかまだできません。で、これを作って選んでいただくと、例えばここで今から読み込みたい画像が白黒なのか、カラーなのか、で、これが選択できたり、そうですね、例えばイメージサイズがここで指定できます。で、ここで、そうですね、もうちょっとこれは、事前にイメージファイルが置いてある場所ですけども、ここのディレクトリを指定していただきます。で、あとはテストのうちの、全てをトレーニングに使ってしまいますと適切に学習できたかどうかがわからないので、全体のうちのどれぐらいはテストに使わないでバリデーションに使うか、その比率もここで変えることができます。で、基本的にはこれだけです。あと名前つけます。で、クリエイトですね。で、今、読み込んでるデータベースは、これは手書き文字、ちょっと画像サイズが小さいんですけども、手書き文字のものを今実際にデータベース化している部分であります。
で終わりましたね。でここはそんなに手間はかからないと思いますけども、処理自体には手間はかからないんですけども、これをやろうと思うと使ったことがないことは時間がかかるんですね。でこれ非常に簡単にできるのがこれでお分かりできた、お分かりになったと思います。で次に今できました。で今度はこのデータが準備できましたので、これの学習をします。でこのモデルのところでクラシフィケーションですね。でまず先ほど、作成したデータがあります。先ほど、グレースケールで 28×28 のデータで、イメージサイズとしては、まあ、合計1万枚ぐらいですね。でこれのものができてます。でこれをよいしょっと、そうですね、例えば、何サイクル回すのかといったのを、ここで指定できます。で次に、行列積化するために、まあ、バッチを使っているといったんですけど、バッチのサイズもデフォルトなくて、まあ、ここで変えようと思えば変えれます。でもう一つ重要なのは、どういったペースで学習するかですね。よいしょっと、ここら辺はいろいろノウハウがあるんですけども、例えばこれ学習のスピードだと思っていただければいいんですけども、最初の方は粗く学習をして、で後の方になるほど学習率を下げる、でこういってフィッティングさせるというのが、まあ、ディープラーニングでは常套手段なんですけども、ここら辺も、まあ、この中でここで、ティピカルのものは選ぶことができます。で次にネットワークですね。もうこれはすでに、手書き文字認識用のレガン先生のモデルが入っていますので、これを選んでいただくだけでいいんですけども、例えばすでに入っているものをベースに、今ですとここで小説書かなければいけないんですけども、まあ、カスタマイズもできます。でそれだけではなくて、カスタマイズしたら、ちょっとすいません、これリモートでつながっているので時間かかるんですけども、まあ、こういった感じで、カスタマイズしたネットワークが具体的にどういったネットワークなのか、データサイエンスの方が意図したネットワークなのかというのも、こういった感じでグラフィカルで簡単に確認ができます。さて、これで準備ができましたので、あとはここで適当に名前をつけて実行ですね。でこれでもう学習してます。学習してます。で学習、これちょっとタイタン X を使ってるんで、あっという間に終わってしまうんですけども、学習の過程も、こちらのように確認ができます。で、青いグラフですね。で、これが、認識精度だと思ってください。ですから、学習を繰り返すほど、認識が、まあ、これあっという間にほとんど 100% に近くなってしまうんですけども、どのように認識率が上がっているかの確認ができます。で、もう一つ重要なのが、ディープラーニングの場合は、オーバーフィッティングっていうのを聞いたことあると思うんですけども、学習しすぎる場合があるんですね。テストデータに対して過度に学習してしまうと、それ以外のデータに対する認識率が落ちるんですけども、それもこのオレンジと赤のこの棒グラフの関係をチェックするだけで簡単にできます。ですからこれで間違ってたらまた戻ってちょっと違うパラメーターで実行すればいいわけです。で最後に、失礼しました。もう学習ができましたので、それに対してサンプルのデータを投入することもできます。で学習した今もうできたモデルがあるんですけども、それに対してもう一回見ます。こういった手書き文字の今学習を裏でしていました。でもうモデルができましたので、このサンプルを一つ6ですね。でこれを実際に、よいしょ、反応悪いですね、テストしています。少々お待ちください。これは決して事実が遅いわけではなくて、ネットワークの遅延です。で、先ほど、左の上の方に、まあ、小さく出てますけども、あの画像があります。で、これを、ちょっと小さくて見にくいですけども、しっかり6ですね。6と認識してます。で、6の可能性が 100% である。このように正しく認識しています。でしかも、この場合素晴らしいのは、それぞれのレイヤーで、どういった特徴量が出ているのかっていうのがこれで確認ができます。ディープラーニングで下のレイヤーだと、そうですね、簡単な線とか円を認識しているような、そのような確認ができたと思うんですけども、実際にこの6という数字を投入したときに
どんなふうな形でそれぞれのレイヤーで認識できているかというのはこれで確認できます。で、上の方になっていくとどんどん抽象的な概念になるので、これは見てもないか意味はないんですけども、まあ主にここの部分ですね。ここの部分でどういったものができているのかというのも確認ができます。よいしょっと。はい。はい。で、ほとんどプレゼンは終わりなんですけども、で、この技術なんですけれども、先ほどの CUDN 同様、開発者登録をしていただければフリーでダウンロードできます。で、もし自分でコンパイルして自分の環境で、あ、基本的に今は Ubuntu の 14.0X だったかな、これちょっと確認していただければと思うんですけども、特定のプラットフォームしか基本的にはサポートしておりませんが、あの GitHub からソースでも落とせます。ですのでここからビルドしていただければご自身の環境でトライしていただくことも可能です。で、技術なんですけども、現状画像の分類に特化してます。で、しかも今は、フレームワーク、ディープラーニングのフレームワークとしてはカフェのみです。ですけどもバージョンアップを当然予定してまして、今後は、画像の分類だけではなく音声ですとか、まあ、どのバージョンになるか分かりませんけど、ビデオの解析、あとはフレームワークとしてはカフェ以外にトーチ、シアノなどがありますので、そういったものも拡張していく予定です。はい、これが最後のスライドですけども、ディープラーニング、単に時間を早くするだけではなくて、このサイクルをいかに回すかっていうのがデータサイエンスの方には非常に重要です。で、そちらも含めて、そちらに関しては事実というのがあります。ですから、すべてもう GPU でデータサイエンスでディープラーニングに興味がある方は、もう今日この日から始めれるような環境を NVIDIA、我々は用意してますので、皆様のお客様でディープラーニングに興味のある方は、ぜひこれのご提案をしていただければと思います。それではご清聴ありがとうございました。